ジェームス・エドモンド・シェイ・ジュニアはアメリカの元スケルトン選手。2002年のソルトレイクシティ五輪で金メダルを獲得した。その五輪の開会式で選手宣誓する選手に選ばれた。父の事務ェイ・シニアと共に聖火をキャミー・グラナートとピカボ・ストリートに渡した。彼らは1980年のアメリカ男子ホッケーチームに渡しコールドロンへ転化された。 オリンピックの直前には2002年の年頭教書で、ファーストレディーのローラブッシュの席のゲストであった。シェイは、冬季五輪に3世代にわたって参加している。父は1964年に、ノルディック複合とクロスカントリースキーに出場し、祖父のジャックシェイは1932年の、レイクプラシッドのスピードスケートで2つの金メダルを獲得している。 祖父も1932年の開会式で選手宣誓を行っている。コネチカット州ウエストハートフォードで生まれ育ち、10代最後の頃にニューヨーク州レイクプラシットへ移った。アメリカ人では初めてワールドカップレースとワールドチャンピオンシップで優勝し、アメリカ人では誰よりもワールドカップの優勝を果たしている。二千五年十月に引退した。フィブと世界選手権では 全てのメダルを獲得している。1999年に金、1997年に銀、2000年に銅を獲得した。男子スケルトンワールドカップでの最高シーズン総合成績は1998から9年、2000から1年の2度獲得した3位であった。彼の努力と世界選手権の地位はメダルスポーツとしてのスケルトンの再導入を後押しした。 シェイファミリーファウンデーションを設立し、スポーツで子供を援助しそのための資金を集めている。現在は、ユタ州経済開発委員会に勤務している。救急医療の医師ケリーと結婚し、二人の娘を設け、ユタ州パークシティに暮らしている。ありがとうございます。